ドルアーガの塔はバンダイナムコゲームスのコンピュータゲームドルアーガの塔を原作としたテレビアニメ作品。アニメーション制作はゴンゾ。2008年4月よりドルアーガの塔ザイージズオブルックが放送され、また2009年1月より第2期ドルアーガの塔ザソードオブルックが放送された。キャッチコピーは世界の行く末はその塔に束ねられた。制作にあたっては バンダイナムコゲームスが全面的に監修し、ゲーム版の開発者である遠藤正信もスーパーバイザーとして制作に参加している。本作はバビロニアン・キャッスル・サーガ第一作目、ドル・アーガの塔を原作としているが、要所要所に残る3作品の設定を散りばめている。なお、GDH はアニメ化権とともに PC オンラインゲーム化権も取得。 参加のゴンゾロスオンラインの制作、運営によるドルアーガの当座、リカバリー・オブ・バビリムが2008年4月1日に正式サービス開始された。当初のアニメーションキャラクターデザインは、朝子・秋子であったが、高岡純一に変更されている。勇者ギルと、ミコ、海の物語が伝説として伝承された80年後の世界。5年に一度だけ、天上のアヌジンの加護により、 島内の魔物は力を失ってしまうアヌの夏。その三度目のアヌの夏が訪れようとしている時、島内都市メスキアではギルガメ首王により建国されたウルク国の軍がドルアーガ討伐のため三度目の出生に備え、冒険者たちが島の最上階に眠るという伝説の秘宝、ブルークリスタルロットの噂を聞きつけにぎわっていた。彼らの目的はドルアーガの討伐なのか、 それとも、ブルークリスタルロットのダッシュか。今、剣と魔法の大冒険が始まる。ジルたちの活躍によって、ドルアーガが倒され、塔からも魔物の姿は消えうるく国に一時の平和が戻った。しかし、ジルはカーヤの裏切りによる、昇進のためお部屋に引きこもり、ファティナも、そんな、ジルの世話をしながら、魔物のいなくなった塔で、観光客相手のガイドをして生活費を稼ぐ。 どこか満たされない毎日を過ごしていた。そんなある日、気分転換に訪れた先でジルは、カイと名乗る少女に貼り付けにされたカーヤの現像を見せられる。その幻はいずれ現実に起きることだと語るカイに導かれ、カーヤの死を阻止しその死にを確かめるため、ジルは再び仲間と共に東を登ることを決意する。今、二度目の大冒険が始まる。 この世界の人物は名乗りを上げる際、父の名、及び、出身地を継称する場合が多いが、以下その無念については特に表記しない。ジルのパーティーニーバの、パーティーギャルパーティー通称、ビハダパーティー。アギョとラギョの組み合わせで名付けられている。第一期では、ジルたちの片派討伐に協力し、竜の鱗を手に入れた。第二期では、ケルブの店におり、 エタナの反乱にも参加した。ギルガメス王の名のもとに、好き勝手をしていた金色の鎧を身につけている、騎士団。ウラーゴンの指揮で、幻の塔に足を踏み入れた部隊は、扉をくぐる際にバラバラになったりモンスターに襲われたりなどで、ほとんど壊滅し、トコハルの館に到着した時点では指揮官以下わずか2名のみとなっていた。なお、 ウルク国内には塔に向かった部隊を除いても相当数が残っているとみられる。パズズが運んでいた棺の中身の4人。かつてドルアーガに仕えた4人のライトの魂と闇の鎧から生み出された魔法機械でそれぞれの性能や特性が反映されている。その戦闘能力はおのの極めて高く、幻の塔内部の空間を自由に移動することができる。もともとは スーマール帝国が使っていた兵器。パズズの命令に従うようになっており、その命令がない場合、優先命令である、すべて殲滅を実行する。そのため、パズズ死亡後は事実上の暴走状態に陥っていた。アニメ内に出てくる、ローパー等のモンスターについては、コンピュータゲームのドルアーガの等の欄も参考のこと。第1期表1は、ジルの夢の中に出てきたモンスター。 いずれもコミカルに脚色されている。第一期地上波最速の TBK とギャオにて同日放送開始されたが t v 放送版がジルの妄想を描いた表一1話ギャオ放送版が現実での出来事を描いた裏1話となっている。また最終話も TBK での放送に合わせてギャオでも同時間帯放送を実施、同時に25時からのギャオジョッキーで 犬よう子、キアン・チアキ司会、監督のチ秋、キ、構成のガ東、スーパーバイザーの遠藤、プロデューサーの橋本がゲスト出演した特番を生放送し、作品放送中は出演者を交えた実況チャット大会を行った。第2期のギャオ放送版は一部キャストのアフレコ風景が生放送された横一話となっている。コンプティーク2008年7月号より、 コミカライズ版、ドルアーガの塔、ザイージス・オブ・ルック赤眼の竜が連載されている。また、機関である、少年エース増館、エース・アサルトにおいても、エース・アサルト2008年サマー号から2008年ウィンター号まで、渡辺トールにより、アニメ版に準拠した、ドルアーガの塔、ザイージス・オブ・ルックが連載され、単行本化されている。全一巻、登場、ドルアーガは、 1> 第1期が2008年7月2日から2008年12月24日まで、第2期が2009年2月4日から2009年4月29日まで、音戦で配信された。第1期、第2期通して、全39回。パーソナリティは、ジル役のケント、カーヤ役のオリカサトミコ。2009年に、音泉より発売。ありがとうございます。